ダニ・セバージョスこと、ダニエル・セバージョス・フェルナンデスは、スペイン・アンダルシア州セビリア県、ウトレラ出身のサッカー選手。レアル・マドリード所属。スペイン代表。ポジションはミッドフィールダー。地元のサッカースクールを経て2004年から、セビージャ・ FC ユースでキャリアをスタートさせたが、全速を患ったことや、体格的な問題もあって、戦力外通告を受けて対談。CD ・ウトレラで、 フィジカルトレーニングに励んだ後、2011年から、レアルベティスのユースチームで、プレー、2014年4月に、若干17歳で、トップチームに昇格した。トップチーム昇格後は、ベティスのセグンダディビシオン降格という浮き目にもあったが、監督を務めたファンメリーノや、ペッペメルの指導を受けて、着実に成長し、10番に、背番号を変えて挑んだ2016から2017。 シーズン前半は、グスタボポジェ監督のもとでは礼遇されたが、後任のビクトル・サンチェスになってから、再び徴用されると、課題とされてきた、精神面の成熟もあってその才能を本格的に開花させ、最終的には、チームはリーグ戦15位だったものの一人気を吐く活躍を見せた。FC バルセロナとの争奪戦の末、2017年7月14日、 レアルベティスとレアルマドリードのクラブ間合意及び6年契約を結ぶことが発表された。遺跡金は1650万人と報じられている。スーペルコッパでエスパーニャセカンドレグにてトニクロースとの交代でレアルマドリードでのデビューを果たした。9月23日、第6節のデポルティーボアラベス戦で遺跡後初の先発出場を果たすと、 二席後初ゴールを含むにゴールを記録して、勝利の立役者となった。しかし、ジネディーヌ・ジダンの元定位置を確保するには至らなかった。2018から19シーズン、フレン・ロペテギが監督に就任すると、リーグ開幕戦のスターティングメンバーを勝ち取った。その後監督が、サンティアゴ・ソラーリに代わるが変わらずポジションを守った。しかし、ジダンの再就任後は、 ソラーリ政権下で不遇を囲っていた、イスコにとって変わられ、戦力外となった。2019年7月25日、アーセナル FC に1年間のローンで移籍した。2019から20シーズンは負傷の影響で、戦列を離れる時期があったものの、公式戦通算で37試合に出場しにゴールを挙げた。2020年9月4日、一度レアルマドリードに復帰した後、 前シーズンに引き続き1シーズンのローン契約でアーセナルに移籍することが発表された。2021年7月、かねてから折り合いの悪かった時代監督が辞任したこともあり、レアルマドリードに復帰。しかしオーバーエイジ枠で参加した同月の2020年東京オリンピックで重傷を負い、全治2ヶ月と報じられている。スペイン代表として各年代でプレーし、 2015年 UEFAU-19 欧州選手権に出場し優勝に貢献した。2017年の UEFAU-21 欧州選手権では準優勝に貢献し大会最優秀選手を受賞した。2018年9月スペインウェイ代表に初招集された。2018年9月11日 UEFA ネーションズリーグのクロアチア戦にてデビューを飾った。なお、この試合はスペインが6-0で勝利している。2021年7月に開催された2020年東京オリンピックの U-24 スペイン代表にオーバーエージ枠で選出。しかし、初戦の対 U-24 にエジプト戦で相手選手のタックルを受け負傷。精密検査の結果。 全飛骨小骨人体及び飛骨小骨人体の断裂という重傷で、その後の全試合の欠場を余儀なくされる無念の結果となった。ありがとうございます。